んにちは、ヒロと申します。今回の動画は、昨日ついに2月3月度、明治安田 J リーグ月間 MVP が発表されたんで、発表された選手を確認していきます。そして、おそらくその中から、今月中に登場する J リーグショータイム、搭載されてくると思うんで、ショータイムの能力予想やっていこうと思います。過去登場したショータイムを見ていくと、まあ、エリキリマ選手なんかは、大体プラ4ぐらいで能力上昇してるんで、おそらく今回もね、このくらいの大幅な強化されてくると思います。あとは、今野選手見ていくと、今野選手もね、もうバグ強化どころじゃない評価もらっていて、ワンチャンこのぐらいの能力上昇もらってもおかしくはないですよね。スキル追加に関してもめちゃくちゃ追加されるし、プレイスタイル変更もされているんですけど、まあ、そこも踏まえて、いろいろ能力予想もやっていこうと思います。いや、マジで楽しみだね。それでは早速、公式サイトの方確認していきます。公式サイト見ていくと、タイトルが2月3月の明治安田 J リーグ、コナミ月間 MVP を発表ということで、他にもベストゴールとか、最優秀監督、ヤングプレイヤー発表されているんですけど、やはり目玉は月間 MVP ですよね。まずはそちらから確認していこうと思います。J1 リーグからは、町田ゼルビア所属の平川選手ですね。平川選手、ゲーム内で見ていくと、ウィングストライカー171センチの選手になっていて、能力かなり優秀ですよね。スピシュンも十分あって、ドリブル能力もかなり高いんで、ワンチャンモメンタムドリブル追加されてくんじゃないかな。しかも、元の能力もかなり強化されて、同じモメンタムで言うと、先ほども紹介したエリキリマ選手、まあ、大体ベースプラス4、プラス5あたりで来てるんで、まあ、爆速ドリブラーみたいな感じでの投搭載になってくる可能性ありますよね。モメンタムドリブル、だいたいドリブルスピードがプラス8上昇するということで、かなりのぶっ壊れスキルなんで、まあ、ポジ的追加も来ましたし、ワンチャンセンターフォワード適正追加して、エリキリマ選手と一緒に組ませて、相手の脅威にもなり得ますし、まあ、ここの搭載非常に楽しみだね。まあ、スキル何も持ってないんで、このスキル追加にもよりそうなんですけど、まあ、せめて、ワンシューダブタとか、ここら辺は追加してほしいね。平川選手かなり楽しみですけど、ほんとスキル次第っていうのはありそうですね。能力強化を期待していいんじゃないのかなと思います。本当にあとはスキル追加次第でどうなるかっていう選手ですね。今シーズン一発目の月間 MVP ということで、まあ、ぶっ壊れできてもおかしくないのかなと個人的には思います。そして二人目が J2 のファジアーノ岡山に所属しているグレイソン選手ということで、グレイソン選手見ていくと、ボックスストライカーの選手ですね。レベル上限が45の選手なんで、しっかり45で見ていくと、こんな感じの能力ですね。まあ、スカットに出てこんな感じ。まあ、決定力、オフェンスセンスあって、フィジコもあると。まあ、ザ・ボックスストライカーって感じですよね。ただ一つ面白いのが、守備意識が70まであるんで、まあ、ここの強化によっては、チェイシングとか、ブロッカーつけて前線で使ってあげると、まあ、相手に出会な選手になるかなと思います。まあ、あとブースターとかもあるんですけど、まあ、おそらく最近の流れ見るとリーグ系ショータイムはトータルパッケージで登場しているんで、まあ、今回も全員トータルパッケージで来るんじゃないのかなと思います。まあ、先ほども言ったように一見普通のストライカーかと思いきや守備意識が化け物じみてるんで、おいしそのことをここ強化してね、登場してくれると面白いですね。で、グレイソン選手もスキルがないんで、まあ、多分大体5、6個くらい追加くると思うんでね。ほんとそこの優秀なスキルが追加されるかどうかの判断にもなってくるんで、ここにも期待したいですね。同じボックスストライカーの大迫選手に関しては、こちらの能力から、まあ、このぐらい大幅強化もらってるんで、まあ、決定力、スピシュンとか、まあ、もろもろ込みで、バグ強化来そうじゃない？大迫選手も守備意識プラス10とかもらってるんで、グレイソン選手もね、しっかりそこも強化してもらって来てくれると嬉しいですね。スキル追加に関しても、まあ、エアバトルとか、ワンパとか、しっかり優秀なスキルは追加されてますし、まあ、大迫選手に関しては年間最優秀っていうこともあるんですけど、まあ、このぐらいの強化もらっても、まあ、かなり盛り上がるし、来てもいいんじゃないのかなと、個人的には思います。まあ、ここに関してはあくまでヒロの予想なんで、ぜひね、皆さんの、このぐらい強化来るんじゃないとか、こういうスキル追加されると思いますとか、あったらぜひコメントで教えてください。まあ、ということで、J3 はね、ライセンス持ってないんで、おそらく藤岡選手は搭載されないと思います。なので、月間 MVP から、平川選手、グレイソン選手、この二人が登場するんじゃないのかなと思います。で、大体ショータイムね、4人ぐらい搭載されてくるんで、あと二人来ると思うんですよ。で、その選手たちどっから組んだっていう話なんだけど、月間ベストゴールから登場する可能性もあるんじゃないのかなと思います。まあ、J1 だと谷口選手、J2 だとマテウス・ジェズス選手ということで、まあ、この二人も能力予想やっていこうかなと思います。谷口選手がラインブレーカーの177センチの選手ということで、まあ、能力こんな感じですね。まあ、スキル的にもワンシューミドル最初から持っていますし、あと足元系のスキル追加されると、まあ、よりね、強くなると思うんですけど、非常にバランスいい能力してますよね。
まあ、特に決定力、キック力、オフェ戦、まあ、ここが80超えてきてるんで、まあ、純粋にベストゴール賞ということもありますし、そこだけ能力、バグ強化とかでね、来てくれても面白いんだけど、今の環境、ラインブレーカーの選手、非常に強いですし、まあ、あとは頻度精度が上がったりしたら面白いのかなと思うんですけど、まあ、ラインブレーカーということもあって、結構期待してもいいのかなとは思います。まあ、ただ、谷口選手ね、J リーグガチャのハイライトに入ってるんですよ。まあ、なので、まあ、被ってしまいますし、登場するのかどうかは、微妙なとこかなって感じなんですけど、ハイライトと比較すると大体こんな感じの強化で、ベースはプラ4ぐらいで上がってますね。まあショータイムで来るならこっからさらに能力上昇してくると思うんで、まあ登場した場合は結構面白い選手かなと個人的には思います。やっぱりキック力、決定力高いラインブレーカーね、ゴリ押しできるんで、そこも非常に楽しみにしたいですね。そして J2 のベストゴール、マテウス・ジェズス選手ということで、B2B の選手ですね。かなりバランスいい選手で、まあ、ドリブル足元あって、まあ、ディフェンス能力もぼちぼちありますし、まあ、瞬発が低いってとこ以外は、かなり中盤の選手として優秀かな。スキル構成もワンシューミドル、スルーパス持ってるんで、もうここから色々追加されると、まあ、よりガチスカで使えるような選手になってくると思いますし、まあ、間違いなく EJ リーグとか J リーグのイベントでは活躍する選手だと思います。J の187cm 結構でっかいからね。それが中盤にいると守備からのね起点にもなりますし、まあ、強化度次第では中盤補強としてありなんじゃないのかなと思います。ということで、ここまでが昨日発表された J リーグの月間 MVP、 月間ベストゴール、まあ、2月3月度の選手たちでした。あとヤングプレイヤーとかも受賞してるんだけど、これヤングプレイヤーってショータイムで来てたっけ、うろ覚えなんで、もし覚えてる方いたら教えてほしいんですけど、まあ、もしここからも来るなら鈴木選手、田中選手も来ると思うんですけど、まあ、田中選手は非常に優秀なセンターバックですし、若いっていうこともあってレベル上限めちゃくちゃ高く、バグ強化で登場してくれると、そこも非常に面白いかなとは思います。さすがに月間優秀監督でね、監督パックとかないと思うんで、まあ、今月中に登場する月間ショータイムは、まあ、この中から選ばれてくると思います。ということで、ここまでが今月登場する J リーグ月間 MVP ショータイム、こちらのガチャに搭載される選手予想でした。正直あまり J リーグに詳しくないので、この選手にはこういうスキルとかプレイスタイル変更されるんじゃないとか、いろいろありましたらぜひねコメント欄で教えていただけると非常に助かります。あとは今週の木曜日、明日ですね、4月18日にアップデートが告知されているんで、まあ、それと同時にブラジルリーグのショータイムとか、まあ、もしかしたら今回ね動画でも話している J リーグショータイム来る可能性もあるんですけど、まあ合わせてそろそろねタレントデザインリセット無料とか来てほしいなと思ってるんで、まあ、そこの育成に関してもいろいろ振り直すんで、もし無料が来たらおすすめ癖も動画でまとめて紹介していくんで、ぜひそちらも気になる方は最後にチャンネル登録、高評価してお待ちください。あとは明日もメンテ待機1時ぐらいからできたらしていくんで、ぜひお時間ある方は遊び来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。